男鹿市角間崎にある大新農場です。およそ360頭の黒毛和牛を飼っています。舐められた。新藤俊之介さん30歳。仕入れてきた子牛を育てて出荷する肥育農家です。飼育頭数360頭は県内トップクラス。しかし牛の世話をしているのは新藤さんと両親、妻、それに従業員1人の合わせて5人だけです。その秘密は、朝7時半過ぎ、牛舎の中で動き出したこの機械にありました。牛が顔を出して待ち構える中、出てきたのは、餌です。時間が来ると自動で動き出し、中が空っぽになれば自動で補充もしてくれます。9割以上楽ですね。全然違います。その分観察できるのか。大新農場は2年前国の補助制度を活用し、およそ6億円かけて牛舎を新築しました。その時に始めたのが AI や ICT を活用するスマート畜産です。以前は50頭の牛に3時間かけて餌をやっていましたが、今では360頭への餌やりが半分の1時間半ほどで終わります。手間がかからなくなった分、牛一頭一頭の世話に集中できるようになりました。決まった時間に餌が与えられることで、牛のストレス軽減にもつながるんだそうです。今までは A4 ランクが結構多かったんですけど、その時からだんだん A5 ランクとランクが上がっていったので、やっぱりそれでやりがいが出てきて。県内の肥育農家は133戸あり、1戸あたりの飼育頭数は平均で 62.3 頭です。2012年と比べると農家の数は4割減っていますが、1戸あたりの飼育頭数は6割増えました。米依存からの脱却や、いわゆる稼げる農業を目指している県は、畜産分野でも最新技術による大規模化を推進しています。背中が真っ平らで、真ん中が引っ込んでポコポコっとしてくるといいんですよ。スマート畜産の導入を決めたのは父、俊人さんです。この先100年畜産を続けられるようにという思いからです。労働力が減っているわけですし、まして、まあ、若い世代の人口も減ってるんで、どうしてもまあ機械に頼るしかないと思ってますね、うん、でそこでいる人たちにも負担をかけないような、そういう仕事の仕方でないと、まあ、人も疲れちゃうともう続かないと思うんで。もう一つ負担軽減のために導入したのがこちら、牛を見守るカメラの映像をスマートフォンでいつでもどこでも確認できるようにしました。出荷前の牛は体重が1トン近くになり、寝る姿勢によっては死んでしまう恐れがあります。これまでは深夜も見回りをしていましたが、カメラの設置で負担が大きく減りました。今後は1頭ごとにセンサーをつけて体調管理もできるようにするということです。コストをかけながらいかに生産性を上げるかということなんですよね。だからそこをどう考えるかっていうのがやっぱり経営者の判断だと思いますね。飼育頭数を増やして質を上げることで叶ったのが自社ブランドの立ち上げです。その名も和牛生ハゲ。男鹿を代表する生ハゲの名前をつけたのは、この地で牛を育てられることへの感謝からです。餌には自分たちで育てた飼料米のほかに
地域の農家から提供された稲わらを食べさせるなどしていて、牛の糞は堆肥として小鹿野大地に返され循環します。こうして育まれる大新農場の牛の中でも、和牛なまはげのブランドで出荷されるのは一握りだけ。牛肉の指標で最高の A5 ランクの中でも、さらにサシや色ツヤのいいものが厳選されます。餌を工夫することで上品な甘さとなる脂はさっぱりと食べられると好評で、小鹿市のふるさと納税の返礼品にも選ばれました。最先端の畜産業を勉強するため、今月上旬に鹿児島で開かれた和牛オリンピックを見に行った新藤さん、レベルの高さに大きな刺激を受けました。じゃあ次の5年後は目指します。いろんな牛を見て勉強して、この牛がどういう枝肉になるのかとか、そこまでも勉強していきたいです。